体どういうことだ。これは私まで騙していたのか。これ見事なもんだ。どうやってあの中に入るんですしょうさ。たな大さん、ドイツからの寝返り証拠か。あんたどうします。わかりました。おお、番外は分かった。俺がもう6発撃ったか、まだ5発。実は言うとこっちもつい夢中になって数えるのを忘れちまったんだ。でもこいつはマグナム44といって世界一強力な拳銃なんだ。お前のドタマなんか一発で吹っ飛ぶぜ。楽にあの世まで行けるんだ、運が良ければな。さあどうする。私があの男の権利を踏みにじったとおっしゃるんですか。何ですって。じゃあ釈放ですか。なぜです。証拠がいくらもあるじゃないですか。鑑識の弾道テストの結果がこのライフルと一致しなかったんですか。誰が言ったんです。じゃあ法律がおかしいんです。皆さんはいつになったらこいつと手を切るつもりです。今こそ肩をつけるんです。それじゃあ他の配達係を探してください。事件じゃ俺が必要になるぞ。手際のいいプロの犯行だ。俺は市民のためにやってる。あんたお利口だよ。身の程よくわきまえてる。うちはそれを待ってた。二度と撃てないようにしてやれたのに。それがダメなら俺の考えがやっぱり正しかったってことになる。そうなってほしくないが。窓を下ろせ。俺の言う通りにして怪我したことあるか。ねえ、急いでるとこ悪いんだけど、ちょいと道を教えてくれないかな。ああ、どっかで曲がるとこを間違えちまったみたい。三軒鎮刑務所を探してんだが、場所分かってる？目はよく見えるよ。前らが三軒鎮への道を知ってるかどうか聞きたかっただけだよ。知ってるよ、警部。窃盗犯担当の刑事に話してもいいか。多分興味を持つと思うぜ。高価な装飾品にな。フェアモントホテル401号室。こっちはホリデーインのもの。ムスターハの逮捕でしたら見当違いもいいところです。実は私がムスターハと取引して真犯人発見の協力を取り付けました。ムーア刑事と私は逮捕現場にもいなかったんだ。ムスターハのところから武器も爆薬も発見されなかったんですよ。真犯人はまだ野放しでこの街を吹っ飛ばそうとしている。それでも警察の手柄を自慢するんですか。本部長がマスコミを騙すのは勝手だが、私はごめんです。あれでも客が驚いたな。そんなに高いのか。失礼しちまったな。20ドルなんて言っちまって。10レースにマリーノ賞っていう馬が出るだろう。率はどうなってるか。 70? 10分前には60対1だったぜ。無線でもってそんなデタラメ流したのか。あそこにいたのは2人だけだし、俺は警官だぞ。こいつは本物だ。よく見ろ。お前うまくやったじゃないか。あんな子見つけて。クライアントだ。やっと会えた。君を追ってきた。いいとこで会えたね。いやよかった。君が急にいなくなったんで心配してたんだ。絶対また会えると思ってた。ああ、クライドも楽しみにしてるよ。泣けるぜ。おはよう、ホレース。ずっと待ってたんだ。お披露目の試し打ちさ。トップ企業の社長やアラブの王様なんかが好んで作らせる特別製だ。大砲でもぶち込まん限り歯が立たん。悪いが興味ないね。お宅の興味の対象はこの俺じゃない。お宅が欲しがってるのは血だ。おたくらテレビ屋は死体に群がるハゲワシと同じだ。視聴率のためなら他人の苦痛など顔が俺に近づくのは俺が賞金首だからだ。いいか、はっきり言っとくぜ。俺を殺そうと付け狙う野郎も気に食わないが、俺が殺すテレビ屋ももう火がついちまった。報道合戦ってやつだ。新聞にリストの名前まで載った。捜査やりにくくなる一方だ。そうじゃない。不用意な報道は誤解と歪曲を招いて罪もない人が傷つくんだ。男の色かプンプンだろう。そうよ、俺が映画スターだったら注意書きが出るとこさ。未成年には刺激が強すぎますってな。万が一とはなんだ。万が一とベガスのディーラーを刺し殺した。イカサマされたと誤解してつきまくったんだと。ハラーとかいう店に現れるらしいんだ。手錠をかけて警察に引き渡す。くだくだと身の上話なんか聞かされる前にね。兄貴のこともおふくろさんの話も妹のことも。警部、記録を調べたらトレーラーにいた奴ら前があったぜ。片一方はケン・ブラックウェルって名前で元 CIA のパイロットだった男だ。それが今じゃヤクの運び屋やってる。もう一人ロコ・マルティネスは車泥で前科8犯だ。おしまいって殺人か。しかしあのストロムの野郎を挙げるには盗難者の偽装容疑でしょっぷくしかない。殺人かやったんじゃ。あ、悪いが出てくれ。内側の話なんだ。ニック、ああデビッドが、はい、よろしくな。じゃあなんでバッジが逆さまなんだ。同僚に聞かせもしたし一緒にも弾いた。ニクソンとはデュエットでムーンブロー途中までね。そんなことはない、仲良くやった。悪いな補佐官だよ。まあそれは別の話だけど、ボストン大会の時そいつが命令しやがった。反戦グループかなんかを排除しろって言うから俺はできないってことあった。言論の自由とかいろいろあるからって。そしたらその補佐官が、私は大統領として命令しておる。俺は大統領？私はまたクソがスーツ着てるのかと思いました。補佐官殿、異常者に目を見せときたいからだ。
これで睨むと銃みたいな効果がある。本当に？じゃあ君はサングラスかけるんだな、ええ、何も分かっちゃないようだなお嬢さん。口だけじゃ務まらないんだよ。思いすぎに押し忘れて眠れない思いしたことが一度でもあるのか。この事件で犠牲者が出ちまっても知事は票を失うだけだが、俺やみんなはこうしないか。俺に反対意見があるときはどんどん言ってくれ。従うとは限らんが話は聞く。それからプライドが傷ついたんならいつか一杯おごるから、それで勘弁してくれ。今はもっと重要なことを考えたい。よし、一番は誰だ。君は二番だと言っただろう。一番ははっきり言って誰にも喋りません。ええ、執念みたいなものでね、わからない。だいたい執念には理由はない。理屈抜きですよ。それは違うな。依頼した雑誌社はピントの合った写真を望みで、個性は求めていない。でもいいんです、僕は芸術家じゃない。とても妥協性があってごく当たり前の人間なんです。わかります。いいんですよ、褒め言葉として受け取りましょう。ケイト、ケイト、ケイト、今さら遅すぎるだろうかな。ジョギングさん、つまらんことを言ったな。私はただ話をしたかったんだ。天気の話だ。夜になると急に冷え込むだろう。ああそう、実は引っ越そうと思ってる。たった一人の家族だから、お前には相談した方がいいと思って。参考意見でも聞きたいのか。まあロープ脱出は別として、私みたいな年寄りだら根気が必要だ。何はともあれ調べて調べて調べる、それが基本だ。テレビで見たんだが、あの屋敷は相当大きい。当然設計した事務所がある。まずは図書館に出かけて建築記録を調べるだろう。それから事務所の所在地を調べて侵入する。そして設計図を朝までにコピーして返しておく。盗みに入るまでは誰でもできる。盗みに入っても入ったと気づかれないようにやるのがプロなんだ。なんだ、社内法で広まったのか。知らないよ。今そんな話を始める気なら素手で喉をかっさばくぞ。ボブが喜んでくれりゃもう手出して。なんだと？ワイルドだった。聞けよ、臭いって疑惑を抱いた。裁判といっても最初についた弁護士はペーペーの青二歳だった。法廷で満足に反論もできやしない。まるっきり役立たずだ。あんな裁判じゃ彼は今夜殺されるんだぞ。なのに伝送できないのか。違うな、そのエンジニアがお手上げなんだろう。気に障ったか。すでにいないか。あれは将来性を考えて設計したわけじゃない。スカイラブ用だったんだ。スペースシャトルで衛星を回収するんだな。大きすぎるって一体何の衛星だ。私の誘導装置がなんでロシアの衛星についてるんだ。あ、それも重要じゃなかったかな。降下速度は。それじゃあ約5週間で地球に落ちる計算か。実を言うと君らはあのクソったれガーソンの手下だとばかり思っていた。だがちゃんと知識もあるし、話の内容からもそうじゃなさそうだ。出世の亡者ガーソンは58年に私を宇宙に送らずに猿を送りやがった。あ、リバーさん、テリー・マッケーレブです。こんな夜遅くに大変申し訳ないんだが、明日ちょっと警察に行くことにしたから伝えておこうと思って。妹さんの件で。いや、礼なんかいいんだ。期待されても困るし、話を聞いてくるだけだ。まあせめてそれぐらいは。カンさんですね。いえ、実は事件のことを聞いてご主人はお気の毒でした。そうもいかなくて。ルールを忘れてた。だから苦戦したんだ。いや、常に自分自身を守ることだ。よし、ルールを言ってみろ。そう、忘れるな。間違いだ。水を飲め。よかったよ。よく戦った。いや、お前の働いてるレストランだが、自家製のレモンパイはあるか？クリームが缶詰のじゃないだろうな。今週いっぱい休め。俺に逆らうのか？よし。俺も思いついたぞ。メキシコ人とユダヤ人と黒人がバーに入った。さて、バーテンの最初の一言は、とっとと出ていけ。なんだって、神父。あんたもしつこい人だな。ああ、分かった。ブースに行こう。あのクソババは俺を嫌ってるな。まあいい。それはな、どの工具にもそれぞれちゃんと役目があるからだ。どれもいざという時役に立つ。ポストホールディガー、バイスクリップ、ワイヤーカッター。移植後ってぐらい知ってるだろう。そいつは大バサミ、次はノコギリだ。それはハンマー。おいおい、からかってんのか。ちゃんとした服買う金もないのか。変な宗教に凝ってるのか。パートナーの件は、ボーイフレンドは、そいつ仕事してるのか。結婚しろ、そいつが食わせてくれる。ハドソンは厳しくコーナーをついて投げてる。こいつは芸術家だ。何？まだ食べ終わってないだろう。勝手にしろ。